ジョシュア・デイビッド・ホーリーは、アメリカの法律家、政治家、連邦最高裁判所ジョン、ロバーツ最高裁判事、クラーク、ミズーリ大学ロースクール准教授、ミズーリ州司法長官を経て、アメリカ合衆国会議員。共和党のメンバーであるホーリーは、2017年から2019年まで、ミズーリ州の第42代司法長官を務めた後、2018年の 選挙で日記民主党の現職上院議員、クレア・マカースキルを破りました。1979年12月31日、アーカンソー州スプリングデールで銀行員のロナルド・ホーリーと教師のバージニア・ホーリーの間に生まれた。1981年、父のロナルドがミズーリー州レキシントンにあるボートメンズ・バンク・シェアーズへの入社をきっかけに、ホーリー夫妻はレキシントンに引っ越した。 ミズーリ州カンザスシティにあるイエズス会の男子私立進学校ロックハースト杯に通い1998年に卒業生総大として卒業した。中学校の校長バーバラ・ワイブリングによるとホーリーの教師の何人かは彼はいつか大統領になるだろうと考えていたという。高校時代、ホーリーは地元紙レキシントンニュースに定期的にコラムを書き、 オクラホマシティ爆破事件後のアメリカの民兵運動、ロサンゼルス指系の刑事マーク・ファウマンの報道、反対していたアファーマティブアクションなどについて書いていた。その後、母親が卒業したスタンフォード大学で歴史学を学ぶ。2002年にファイ・ベータカッパの会員となり、最高位のバチェラー・オブ・アーツを得て卒業した。ホーリーを教えたデイビッド・ M ・ケネディは、 成績優秀で非常に才能のある若者で溢れ返っている学校の中で、ホーリーは際立っていたと述べ、ホーリーのことを私が50年間教えた中で最も才能のある生徒であることは間違いないと評している。2002年から2003年にかけて、セントポールズスクールのポストグラデュエートインターンとして、ロンドンで10ヶ月間過ごした後、アメリカに戻り、イエール大学ロースクールに入学し、 2006年に、ホーム博士号を取得して卒業した。カンザスシティスター神は、ホーリーの同級生は彼を、政治的に野心的で、信仰に厚い保守派と見ていたと報じている。イエール大学在学中、ホーリーは、イエールロージャーナルの編集者であり、同行の連邦派教会支部の会長を務めていた。2006年から2007年までは、第10巡回区公訴裁判所の、 マイケル・ W ・マコンネル判事の下で、2007年から2008年までは、連邦最高裁判所のジョン・ロバーツ最高裁判事の下で、クラークを務めた。最高裁判所にいたとき、ホーリーは後に妻となるエリン・モローと出会いました。クラークを得た後、2008年から2011年まで、法律事務所、ホーガンハートソンで、控訴審の訴訟担当者として、個人開業していた。 2011年から2015年まで、ベケットファンドフォーレリジェスリバティのワシントン DC オフィスに勤務した後、ミズーリ州に移った。ミズーリ州に移る前は、ベケットファンドフォーレリジェスリバティのワシントン DC オフィスに勤務していた。ベケットでは2012年に判決が下されたホサナ、テーバー・イーブ・エンジェリカル・ルテラン・チャーチ・アンド・スクール。 V イーコールエンプロイメントオポチュニティコミッションや2014年に判決が下されたバーウェル V ホビーロビーといった最高裁判例において準備書面の作成や法的コンサルティングを行っていた2011年に水売り州に戻り水売り大学ロースクールの准教授となり憲法、憲法理論、立法、不法行為などを教えていた2013年6月ホーリーは 南部貧困法センターから反、LGBT ヘイトグループに指定されている、保守系キリスト教団体、アライアンスディフェンディングフリーダムが、資金提供する、ブラックストーンリーガルフェローシップの講師を務めた。2016年の選挙2018年のハーレー、オピオイドメーカーの訴訟と調査レープキットオーディド、インベスティゲーションズイントゥーテックカンパニーズグライトンズ。 スキャンドルザ・フォーダブル・ケア・アクト・ロースート・カトリック、クロルギー・インベスティゲーション・ハーリー・オニ・イレクション、ナイト・アフター・セキュア・リング・ザ・リパブリカン・プライマリー・ウィン、ハーリー、エス・ポートレート・デューリング・ザ・116ス・コングレス2020年3月25日、ジョシュ・ホーリーは、パンデミックとなった新型コロナウイルス感染症に、関する中国政府の法的責任を問い、 被害を受けた各国に対して賠償金を求める決議案を民主党の議員も加えた超党派で上院と下院に提出した中国と香港イスラエル反ユダヤ主義の主張をメキシコロシアサウジアラビアウクライナベネズエラ最高裁判所の候補リストありがとうございます